と高橋和樹選手も A92B をブラウェーブでは張り付いている。さあ、必死でアングルオートマシンがスポーツダウンとして高橋和樹選手を草場雄介選手、そして対戦相手はカーナンバー4日比野哲也選手、 LB レーシング。さあ、この対戦も面白そう。さあ、きっちりアングルオートマシンがスポーツダウンとしてか草場選手、そして水槽の日比野選手のマシン、ビタビタに行きたいところですが、これが惜しいところですけどね。まあ、次は先行なんでね、はい、思いっきりいけることでしょう、まあ、いい走りをしてくれることを期待しましょう。さあ、 LB レーシング GTR R35、そして対する草場選手 GL86。 さあ、どうしたての飛び込みだ。きっちりここは見せていきたい日比野選手、そして追走、ここもいいところを見せたい草場選手ですが、さあどうだ、ゾーン4つ目 LB レーシング日比野哲也選手。さあ、スタートしました。まずは和美選手、高橋和美選手の先行だ。1コーナーからゾーン1つ目、さあ、アングルをきっちり、そしてゾーン2から3繰り返して、ちょっと日比野選手が置いていかれる形か。声がここまで届かないからよかった。さあ、スタートしました。その応援団たくさん今注目、日比野哲也選手先行ですが、さあ、そのリアサイドにビッタルと高橋克実選手のこの E92BM ラリーには張り付いている。さあ、ゾーン1つ目から2つ目ぴったり張り付いていくように、高橋克実選手のマシン、リアサイド山中真央選手。さあ、スタートをします。まずはこの GTR R35 の日比野哲也選手が先行、水槽の S15 グッドライダーが水槽ということになります。ゾーン1つ目、さあ、このビッグマシンを思いっきり分回して、ゾーン2つ目どうだ。ここはマウンはついてくるが、ついてくるが、ビタビタに来ているが、フィニッシュライン、ビッグな対戦相手ということになっています。さあ、日比野哲也が飛んだ水槽に回ります。先方の山中真央だ。さあ、ゾーン1つ目に飛び込んでいく。さあ、ここで2つ目のゾーンに入っていくが、日比野哲也のマシンがどうだ。ちょっと小さく小さく、マシンが戻ったかどうだ。日比野マシントラブルだと思います。わー、お会いしてます。さあ、 S15 今回そうでしたね、投入です。ファイルキタイヤ、さあ、スタートしました。まずは、ニアン選手、先行です。そして追走の日比野選手は少しこう距離感を持ってといった中ですかね。この対戦は初対戦です。さあ、スタートしました。入れ替わって日比野選手先行、追走のニアン選手、ニアン選手がちょっとマシンに近づけたいところなんでしょうかね。さあ、アウトサイドゾーン1つ目から2つ目振り返してインクリップ持っていく。さあ、日比野選手がここで引き離しにかかろうとするが、ニアン選手もサイドにピタリとマシンを留めている。スタートしました。さあ、100アールからの飛び出し、ここがかっこいいシーンです。アングルをつけてスモークは十分、ニアン選手が繰り返してアウトサイドの2からインクリップ。さあ、ちょっと日比野選手がどうだ、これは流されているのかな、どうでしょう。するんですが、日向はね、日が当たっているところは今日もポカポカ陽気、そんな感じでしょうか。さあ、スタートしました。日比野哲也選手先行、追走のシェン・ニアン選手。さあ、ここはなんとか引き離そうと日比野選手が先行でその形を、ゾークニアン選手のマシンが戻った。先ほどのトラブルが何か影響しているのか。あっと、カナンバーは33広島トヨタチームズルーキー、この GL86 石川純也選手、対するはカナンバー4 LB レーシング S15 シルビア日比野哲也選手だ。さあ、サイドにもうマシンを届けようと今日比野哲也選手が追走で
そして先行石川純也選手がパッキン感を見せながら、うわちょっとこれはインクリップ遠ざかっていったが、そのサイドにしっかりと日比野選手がマシンをとどめるが、アウトサイドゾーンどうでしょうか。3つ目どんな思いでいるんでしょうかといったところもありますが、さあ入れ替わって先行の日比野哲也選手、追走の石川純也選手、スタートしました。まずはアウトサイドゾーン1つ目きっちりとアングルをつけて、そしてパッキン感出して振り返してインクリップからフィニッシュラインはどうだ、ちょっと日比野選手が小さい。